30万円ちょうだい。どうも、みほし TV のみほしです。皆さん、自転車乗ってますか？っていうか、持ってますか？いや、みほし TV をね、見てくれてる方は、大半は、自転車乗りの方だと思うんですが、これからね、自転車を始めてみたいなっていう方もいらっしゃると思います。自転車始めたいな、ロードバイク欲しいなっていう方もね、いらっしゃると思います。またはね、ボーナス入ったら新しいロードバイク欲しいなと思ってる方もいらっしゃると思います。そんな方々のために、今日はある、みほしおすすめの30万円以下で手に入るロードバイクご紹介します。おすすめ1、ビアンキのインテンソ。エンデュランスジオメトリーによる安定した走りとカーボンの軽量性によって、ロングライドやヒルクライムを快適に楽しむことができるミドルグレードカーボンロード。使用されているカーボン素材にはケブラーが挿入されており、路面からの振動を吸収するとともに接地感を高めて快適なライディングを可能にしています。モデル名のインテンソはイタリア語で激しい、強いという意味と、公式ホームページには書いてありますね。フレームはカーボン素材で、軽めなので山向きかと思います。衝撃吸収も優れているということで、ロングライドなんかもね、走りやすいんじゃないでしょうか。初心者の方にはもってこいの、自転車だと思います。そして、コンポーネントはシマノの105ですね。そしてこちら、ビアンキといえばね、この空色ね、チェレステカラーって呼ばれたりなんかしてますけれども、この色に惚れてね、チェレステカラーに惚れてビアンキにしたっていう方も大勢いらっしゃるんじゃないでしょうかね。そのぐらい多くの人を魅了するこのチェレステカラー。かくいう私ことみほしもこのチェレステカラー大好きで、実はね、密かにビアンキ1台欲しいななんて思ったりしています。そして気になるお値段は、ブンドゥル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 ドゥン、28,000円。イエーイ。このね、スタイリッシュな見た目、そして性能、これでね、20万円台前半も前半、かなりお安いんじゃないでしょうかね。いやー、欲しい。ちなみにカラーは2パターンありますね。このチェレステとマットブラック。いやー、どちらもスタイリッシュ。おすすめ2、キャノンデールのキャド122018年モデル。さあ、お次はキャノンデールですね。先ほどのビアンキはカーボン製だったんですが、今回はアルミ製のロードバイクとなっております。まあ、カーボンロードバイクのね、カーボン製のロードバイクの台頭によって、アルミロードバイクがなんか重そうとか、なんか走りにくそうとかって思われたりもするんですが、キャノンデールのアルミロードは全くもってそんなことはない。なんとプロ自転車選手がキャノンデールのアルミロードでツール・ド・フランスを走れてしまうと、口を揃えるほど高性能なアルミロードなんです。しかもこのキャノンデールのキャド122018年モデルはマビックのアクシウムというホイールがついてるんですね。こちらがなんと完成車の状態でついてくるということなんです。このマビックのアクシウムは初心者向けの素敵なホイールとなっておりますよ。さらにコンポーネントはシマノのアルテグラ。先ほどご紹介したビアンキについていた105より1つ上のグレードのコンポーネントとなっております。これはなんかお買い得感がありますよね。さあ、お値段についてはブンドゥル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 
万円。完成車の状態で、コンポーネントですとか、あとはホイールですね、初心者には、もってこいのものがついてきます。そしてフレームもですね、アルミフレームながら、かなりの高性能ね、アルミロードといったらキャノンデール、そのぐらいね、信頼のあるメーカーの、ロードバイクになりますので、このお値段でこの高性能のロードバイクはかなり、お買い得かと思います。ロードバイクを買ってからあれこれパーツをこうね集めたくないな、完成車の状態でそれなりに走れるロードバイクが欲しいなっていう時は、このロードバイクはかなりおすすめです。おすすめ3、メリダのスクルトゥーラ5000。さあ最後はメリダですね、こちらはスクルトゥーラの5000となっております。コンポーネントは、シマノのアルテグラですね、先ほどのキャノンデールについていた、コンポーネントと同じグレードのものになります。このバイクのいいところは、初心者から上級者まで楽しめる、そして、ヒルクライムから平地のロングライドまで幅広く対応しているということ、1台で、いろいろ楽しめるというのが、こちらのスクルトゥーラ5000の、良いところかなと思います。こちらのフレームのね、基本スペックがかなり高いので、あのレースとかにもねぜひ出てみたいなっていう方は、あのホイールなんかをちゃちゃっとあのレース用のねホイールに交換するだけでもうレースに走れちゃうような1台になっているかなと思います。あとはあの走った時の癖なんかもかなり少ないので、とても走りやすいですね、初心者の方にもかなりおすすめの1台となっているんじゃないかなと思います。気になるお値段は、ブンドゥル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 ドゥブン、24万9000円。いやー、このお値段でこの性能はさすがメリダといったところですね。はい、ということで、30万円以下の三星おすすめのロードバイク3台ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。あとはね、比較的、自分のねこう譲れない性能、これだけは譲れないよっていうところとか、あとは自分のね重視したいポイントだとか、そういったことを吟味してまだ絞りきれないっていう方は、もうね、見た目で決めちゃっていいと思います。このフレームの形かっこいいとか、このカラーリングめちゃくちゃタイプとか、やっぱり見た目ってめちゃめちゃ大事じゃね。やっぱり私の経験上なんですけど、見た目がすごい自分好みのバイクっていうのはこまめに乗りたくなるし、長く乗っていられるし、メンテナンスとかもすごいね、やってあげたくなるんですよ。っていうのも、見た目が好みだと愛着がすごい湧くんですよね。相棒感っていうのかな、私ね、ロードバイクと自分との関係ですごい大事にしてるのが相棒感っていうのをすごい大事にしてて、やっぱり大切に乗ってあげたい、長く乗りたいって思うのは、やっぱりこの相棒感があってこそなんですよね。やっぱり相棒って見た目がスタイリッシュな方がいいじゃないですか。なので最終的に判断に迷ったら見た目で決めるっていうのも、まあ、ありかなとは思います。今回ご紹介したのはね、あくまで三星のおすすめですので、ぜひ皆さん自分にぴったりの1台を見つけてみてください。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お待ちしております。高評価やコメントなどもどしどしお寄せください。ということで、また会いましょう。みほしでした。バイバーイ。チャンネル登録はこちらをポチー。パチパチー。パチ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 。